どうも、ラオチンです。100英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのキャラクターを使っていこうと思います。ラムですね。ラムは、ステータスが全体的に高くって、すごくいいキャラクターなんですけども、若干防御力と HP が低いんですよね。これ、あと20ぐらい高ければ、スタメンで使いたいんですけども、若干低くってダメージ受けてしまうんですよね。で、HP を、すごく強化して1036、これだけあれば、スタメンでも使えるのかなって思って今日ちょっと使ってみようと思います。そしてラムはアクティブスキル年期変身、これがなかなかいいんですよね。物理攻撃力と速度を3ターン上げて、さらに変身の時にダメージを与えることができます。これちょっと残念なのがSP じゃなくって MP の技っていうところですね。これ SP で変身させて欲しかったよね。ルーン編成はこんな感じにしてます。年期変身のルーン、剛力のルーン、戦士の極意のルーン、 HP のルーン、こんな感じです。ラムの英雄コンボは3つあります。まずは古い馴染みコンボですね。お前には負けんよ。そう、まだまだ。続いてベテランコンボ。そして3つ目、格闘コンボ。始めるか。それでは行きましょうか。ラム本当ねすごくいいキャラクターで、終盤手前まで使ってました。でもねちょっとね耐久力低いかなと思い出したんですよね。でもHP のルーンプラス、あれがかなり良くって、 HP がねめちゃくちゃ上がるんですよ。300上がるかな。でそれプラスマカライトのバングルで200上げて、合計500アップ、それだけ上げれば全然使えると思うんですよね。まあまあダメージは受けるには受けると思うんですよ。でもヒーラーのイーシャを入れていけば全く問題なさそうなんだよね。ちょっとこれはスタメンに入れるかすごい考えてます。変身するとマジで強いんですよね。オッケー、次。で変身がね MP を使うっていうところなんだよね。60も使うので全部で6回か6回しか発動させることができません。これほんとね SP1 ぐらいで変身できればかなり良かったんですけども、あ、まあそれは仕方ないところか。あ、やっぱこういう雑魚ぐらいだったらダメージ受けませんね。雑魚からのダメージは全然受けないで思うんだけど、変身した後に最終奥義使えるでしょ。これねたまに使えない時ないですか。 SP が2しか残らなくって、なんでだろう。あ、そうか、変身するときに SP を3貯めとけばいいんだ。この変身した時って多分ね SP がたまらないんだよね。なんかたまに使えない時あるよなーって思ってたんですけど、あ、そういうことか。それではボス行きましょう。なるほどね。SP を貯めてから変身か、多分それで間違いないと思うんだけど。 OKOK、 最終奥義かっこいいのよね。さすがにこういうボスからのダメージは若干受けちゃうんですよね。多分ダメージを受けないラインっていうのが防御力450ぐらいなんですよね。ラムが410ぐらいなんですよ。なんで450ぐらいまで底上げしてあげるといいかな。剛力のルーンを抜いて防御系を入れてあげる。
で、装備のマカライトのバングル。いやー、いや、マカライトのバングルいいんだよな。まあ、あれを抜いて、魔法防御力とかを上げてあげれば、また違う感じになるかもしれないですね。OK。変身していきましょう。次のターンぐらいで倒せると思います。うわっもう、やめてくれ。そういう嫌がらせは。あ、でもまあまあ SP は溜まったよ。OK。これぶっ壊しちゃいましょう。まあ、次で変身して、で最終奥義でフィニッシュといきましょうか。まだまだ行くぜ。オッケー。なんか攻撃しすぎると倒しちゃう気がするので、ちょっと抑えましょう。さすがにこれはやっぱ食らうよね。食らうんだよ。うん、防御がちゃんとしてるやつは1しか食らわないんですけども、このね30とかのダメージが積み重なってくるとちょっときつくなるのよな。 OK、 最終奥義でも、極意は切れてるんでそこまでダメージは出ませんけどね。これが私の奥義だ。あ、でもそれなりだな。これも受ける、うん、やっぱりダメージ受ける。防御力をちょっとなんとかすれば、いや全然いけると思います。 OK、 ではフィニッシュですね。はい、ということで今日はラムを使っていきました。今気づいたんですけども、連合の兜と連合のライトアーマー装備してるんですけども、これを原初に変えれば使えるんじゃない？防御力450ぐらい、まあまあいかないにしても440とかにはなりそうな気がするんすよね。あ、そうしたらラム使えるかもしんないですね。うん、今はどうしてもダメージを若干受けてしまうんですけども、ちょっと上げてあげればダメージ1に持っていけると思うので、あ、それいいかもしんないですね。はい、まあラムかなりいいキャラクターなので、今後使っていくと思います。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。